こんにちは、長野インターネット総局と申します。こんにちは。こんにちは。今ここは長野県は乗鞍一ノ瀬駐車場の辺に来ております。ここで今このドームが何かちょっと一つ目立っておりまして、何だか聞いてみたいと思います。すいません、これは何でしょうか。自己紹介お願いします。信州未来づくりカンパニーの松倉です。松倉さん、はい、どうもこんにちは。こんにちは。この場所は何という場所なんでしょうか。ここは乗鞍ネイチャードーム。これはどういうものなんでしょうか。これは今日はブックカフェをやっていて。ブックカフェ、はい、なるほど、ありますね、はい、本をゆっくりと読んで、この自然の中で本をゆっくりと読んでもらいながら、はい、コーヒーも飲んでもらえるコーヒー、はい、ブックカフェになります。なるほど、はい。この場所で、キャンプ場とかある近くだと思うんですけども、はい、これを始めた理由ってのは何でしょうか。これを始めた理由、ブックカフェは実は今年から10月から始めてはいるんですけど、はい、このドームで普段予約制の夜レストランをやっていて。あ、レストランやってるんですね。はい、でそのレストランでは月しゃぶ鍋ですね。ゆっくりとは信州牛を使った月しゃぶ鍋が食べられるレストランなんですけど、地元のその、特産を生かして。そうですね、地元のこの乗鞍のおかみさんたちが作ってくださった料理を食べながら、で地元の店主のオーナーさんがお料理を出してくれるっていうレストランを夜やってるんですけども、でそれ夜なので、でこの紅葉シーズン、昼間はたくさんこの一ノ瀬園地にたくさん人が来てくれるようにブックカフェをやっています。なるほど。このドーム8月に建てたばっかりなので。今年初めてってことですね。そうです、今年初めて建てたので。それまでは、それまではここには何もなくって、レストランは、普通のテントを建ててやってたんですけど。そのために建てたんですね。そうです、そのために建てていたのが、ね、そうなんです。この透明なドーム常設になったので、はい、そのドームを使って、はい、ブックカフェとか、あとはいろんなイベントをやったりしています。どんなイベントやってるんですか。イベントが一番近いイベントが、このジン紅葉ガイドウォークとジンのワークショップ、10月の19日来週ですね、火曜日にあるんですけど、乗鞍のガイドさんと一緒にこの一ノ瀬園地を歩いて、でその後こういう小さな冊子、ジンっていう冊子、ジンというんですけど、マガジンのジン、そうです、マガジンから派生した言葉で小冊子っていう意味なんですけど、これがジン。その乗鞍を歩いた思い出、写真を撮ってその場でこういう冊子を作るというワークショップ。はい、これが実はつい最近やったヨガの時の写真、ヨガもやっていて、ヨガ、そうです、朝ヨガをやった時の、その時に参加してくださった方が作ったジンなんですけど、その時の思い出を携帯に撮って、その場ですぐに冊子を作るというイベントが一番近く19日にあります。なるほど、いろんなアイデアがそうですね、こういうスペースがあるので、はい、いろいろイベントをやってます。こういったスペースを作ろうと思った理由は何なんですか。作ろうと思った理由ですか、はい、ですね、いろんな方に乗鞍に、ね、来てくれればいいなと、はいはいはい、思ってやってる会社。乗鞍といえば、はい、もう日本の中でも超有名なお家に入ると思うんですけども、はい、さらにってことですよね。そうですね、さらにいろんな方が来てくれればいいなと思っています。主催はどこなんでしょうか。主催は信州未来づくりカンパニーという会社になります。それはどんなカンパニーですか。それが乗鞍であったり、乗鞍上高地の松本の地域でメインで乗鞍が多いんですけど、いろんなイベントをやったりとか、地域の皆さんと一緒に地域の発展を目指して、はい、そうですね。で早速、こういったブックカフェ、はい、どうですか、たくさん撮られますか。ブックカフェたくさん、ちょうど紅葉のシーズンなので、はいはいはい、紅葉を見に来てくださった方が、はいはい、ちょっと遠くから見てすごい不思議な形の建物なので、はいはい、近寄ってきてくださって、目立ちますよね、結構ねゆっくりと結構来てくださいますね、はいはい、ちょっとお茶でもいっぱい、お茶いっぱい、そして ここで借りてお茶を飲んで、はい、そして向こうでもいいわけですね、はい、そうですね、中でも大丈夫ですし、
説明してもらえますかね、はい、もう一機あそこにドームがあるので、はい、この中でも大丈夫ですし、で外がすごく実は気持ちがいいので、はいはい、外に椅子を出してもらって今ちょうど読んでいる方がいらっしゃるんですけど、外でのんびりと、本当だ、はい、気持ちよさそうですね、はい、すごく気持ちいい時間だと思います。ありがとうございます。こんにちは。どちらから来られたんですか？神奈川県から。わあすごい、はい、ドームあるの知ってたんですか？あ、ドームあるのは知ってて、実は私夏にも一回乗鞍に来ていて、はい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 、そうなんで、その時に夏が良かったので秋にまた来ようと思って来ました。なるほどなるほど、はい、いやすごくいいですね。季節が違うと全然景色が違うので、あの乗鞍よく満喫していってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ好評なようですね。はい、よかったです。今後どんな風にしていきたいと思ってますか？こういった今後、そうですね、またせっかくこのドームがあるので、いろんなイベントを入れたりだとか、はい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 、そうですね、本当にいろんな方が来てこれるようになったらいいなと思います。とりあえずなんか夜の部は、はい、夜は、10月いっぱいはレストラン、ね、そうですね、あと2週間3週間ぐらいなので、夜のレストラン、まあ、冬はやんないんですか？冬はそうで10月までになります。ぜひ希望に向かって頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。